虫を落とす効果がここまで強い商品で、こんなに塗装やコーティングに優しい洗剤は。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。ゆうきです、はい、今回の動画は村上さんが今手に持っていただいているインセクトリムーバー、はい、旧名称だと虫汚れリムーバーですね、はい、こちらの質問に答えていただこうと思います。はい、わかりました。では早速最初の質問です。はい、コロイド洗浄剤と何が違うんですか？なるほど、見た目似てますけれどもね。そうですね、はい、この赤のラインのね高さが違うと思います。はい、だんだん赤のラインがいっぱいになっていくと、はい、完成の美しさに近づいていくっていうように分かりやすくなっております。なるほど。コロイドクレンザーはステップ1のクレンジング、はい、インセクトリムーバーはステップ2のディープクレンジングということになってます、はい、でですね、簡単に言うとですね、コロイドクレンザーの方が洗浄力が弱くてですね、はい、素材により優しいです。はい、インセクトリムーバーの方がですね、洗浄力がより強いってことですね。そうですね。で、素材に若干厳しいって言いたいところなんですけど、実はめちゃくちゃ優しくなっちゃったんです。最初は厳しかったんですよ、はい、というのも虫汚れ取るのにはですね、強いアルカリ性が必要で、そうですね、強いアルカリ性の洗剤って塗装とかコーティングに良くないんですよ、はい、でもこれね、それを何回か改良してきた結果ですね、だいぶとか全然悪くなくなっちゃったんで、だ最近はどっち使ってもいいんじゃないぐらいに、実はその素材への優しさっていう意味では負けてないです、はい、特に虫がついている塗装に関しては負けてないです、はい、あのタイヤとかね、だから油分が抜けるといけないようなものはこのコロイドクレンザーって全然優しいんですけど、これアルカリが強いんでね、油分を抜いちゃうんで、はい、ですということがあります。あとね、値段が全然違います。そうですね。こっちがですね、税込みで1430円です。はい。こっちが税込みで2970円です。はい。量は同じです。同じ 500ml です。はい。なのでですね、倍以上違うわけです。なので、こう、虫がつきたてとかで、コロイドクレンザーでも落ちるんだったら、コロイドクレンザーの方がいいです。そうですね。で、コロイドクレンザーでちょっと落ちないなとか、落ちにくいな、ゴシゴシこすらないといけないなみたいな時は、インセクトリムーバーがいいです。はい。はい、汚れを落とす仕組みが違います、はい、こちらは、ね、液性が弱アルカリです。弱アルカリ、こっちはですね、アルカリです。アルカリが強いです、はいはい、でコロイドクレンザーはアルカリが弱いんですが、はい、コロイド粒子と呼ばれるですね、電荷を持っているこう顕微鏡でも見えないぐらいの小さな粒子がですね、はい、汚れを取り囲んで引き剥がす、素材から引き剥がすみたいな効果で汚れを落とします。はい、インセクトリムーバーはですね、もうアルカリの力で、アルカリっていうのはタンパク質、虫ってタンパク質ですよね。そうですね、まあ、体の成分が多くなんですね、タンパク質とかですね、あとは油をですね溶かすのはアルカリなんです、はい、アルカリの力でタンパク質や油を溶かして、虫を溶かして落とす、はい、仕組みです。仕組みも違います、はい、ということがこの2種類の違いです。お分かりになったでしょうか。続いての質問に移りたいと思います、はい、旧虫汚れリムーバー、はい、現在のインセクトリムーバーですね、はい、お客さんによく聞かれるのは、はい、ボトルだけ見てこれ何に使うんですかってよく聞かれるんですけど、なるほど、まあ、虫汚れに使えるのは、まあ、名前から分かるんですけど、他に何に使えるのかっていうのは意外と皆さん知らなかったりするので、はい、そちらに教えていただければと思います。この裏にもね、虫汚れとしか書いてないです、はい、基本ね、虫汚れだけだと思ってください、はい、です。たださっき言った通りですね、タンパク質汚れも落としますし、あと油汚れも落としますので、まあちょっとしたグリス汚れとかですね、はい、まあ、水垢みたいな、でもその油分を含んだ水垢とかですね、はい、あとはタイヤもですね、タイヤを毎回これで洗ったらタイヤの油分が抜けちゃってタイヤがこう白っぽくなっちゃうからおすすめしないんですけど、はい、タイヤに塗ってほしくないのにタイヤワックス塗られちゃう時あるじゃないですか。ありますね、オイル交換とか行った時に。そうですね、ちょっと言うの忘れちゃって、そういうタイヤワックスを一気に、これコロイドクレンザーだとね全然落ちないんですよ。そうですね、インセクトリムーバーでやるとね落ちます、結構落ちます、はい、あのやりすぎるとタイヤの油分まで抜いちゃうので気をつけてください、はい、まあ、そんな感じでですね、油汚れ割と落ちます。ただね、油汚れに最適化はしてないんです。
油汚れに最適化したかったらこれですね、塗装やコーティングに優しくしたいから、そのアルカリの成分がですね、アルカリ性電解水をベースにしたいんですよ。そうですね、でアルカリ性電解水のアルカリと、このよくあるアルカリ性の物質を作ったアルカリって同じアルカリなんですけど、アルカリのなんか性質がだいぶ違って、アルカリ性電解水をで作ったアルカリっていうのはですね、はい、ちょっと私の知識だと間違ってる可能性があるので、間違わない範囲で曖昧に言いますけど、その水 の, H2O の何かがちょっと足りなくなってて、はい、水の電子がずれてるんですよ。でそれによってアルカリ化酸性化ってその電子のバランスなんで、はい、電子的にアルカリになってるんですね。あ、だから素材に使うとですね、その汚れの中とかからその成分が入って、だから電子が入ってですね、要はアルカリが消えるんですよ。だから塗装に悪くないんですよ、はい、汚れと反応するとアルカリじゃなくなるからです。だけどだから強い油汚れとかにやると何ですか、で どんどんアルカリじゃなくなっちゃうから除去力弱いんですよね、はい、本当のアルカリ性の成分のものって水酸化ナトリウムみたいなものが入ってるから、もうひたすらそれ自体がアルカリなんで、油汚れとかに使ってもずっとアルカリを保つんですっていうようなことなんですね。本来それに特化はしてないので本当の使い方じゃないですけど、アルカリは油分を落とすので油汚れにも使えますと、はい、いうことでよろしいでしょうか。わかりました。ではですね、インセクトリムーバー、はい、どんなところに使えますかっていう質問なんですけど、これは車のどこに使えるかっていう質問ですね。そうですね、なのでですね、塗装面、塗装面基本使います。はい、ガラス面、はい、使います。まあフロントガラス結構虫つくじゃないですか。つきますね。使えますね。まあ撥水コーティングしてても落ちないです、はい、おー、少なくともフッ素系の撥水コーティング、私それしか使わない、それは落ちないです、はい、それ以外のシリコン系の撥水コーティングとかはもしかしたら落ちちゃうものもあるかもしれません。はい、はい、あとまあ何でも使えます。メッキグリルとかにも基本的に使えます。ただメッキグリル普通使えるんですけど、はい、ただ弱ってたりとか、あ、特別アルカリに弱いとかもしかしたら変色するかもしれないので、自己責任でなんか目立たないところで試しながら使ってください。はい、あとは無塗装の樹脂パーツとかはですね、まあ、使えなくはないんですけど気をつけてください。無塗装の樹脂パーツって意外と汚れがちゃん、なんかなし地みたいになってるじゃないですか。なってますね。結構汚れがついてたり、それこそなんかこう油分がこうついてこう黒くなったり、まあ、なんかあるので、なんか割と油分がこれで抜けちゃって、抜けたところがだけこう白っぽくなるんですよ。はい、吹きかけたりするとその吹きかけた跡がついちゃったり、これは垂れた跡がついちゃったりするんです。ただそれってその汚れが落ちてそうなってるんで、そうなっちゃったらですね、ちゃんと全部に吹きかけてしっかりこうマイクロファイバータオルを洗ってあげると、全部がその変わった方の色の方に合うのでまだらじゃなくなりますということはあります。なので無塗装樹脂パーツは少し気をつけながら使ってください。はいはい、あとさっき言ったようにゴムパーツですね。ゴムパーツも あとゴムモールとかですね、使えなくはないんですけど、同じように油分が抜けちゃうとこうまだらになったりするんで気をつけてください。はい、まあ、その場合もそこだけまだらになってるんで全部をきれいにするとまだらにならなくなります。ただ油分抜きすぎるとゴムに悪いですからね、気をつけてください。はい、基本塗装面、あとガラス面、はい、だと思ってください。ゴムや無塗装樹脂パーツやメッキパーツなどは要注意です。今ちょっと答えていただいちゃったんですけど、はい、まあ、よく使っちゃいけないところって酸性の洗剤とかだとあるじゃないですか。はい、こちらも、まあ、今、うん、樹脂パーツとかゴムパーツって今お答えいただいたんですけど、 そうですね、はい、それ以外にもし気をつけた方がいいとこ、あ、はい、ってありますかね。わかりました。そうですね、まず樹脂パーツやゴムパーツは油分を、ね、取る効果がアルカリが高いので気をつけてください。はい、酸性の洗剤は、ね、油分取らないのでそういうところに使えるんですよね。そうですね。でね、酸性の洗剤が危ないのは金属なんですよね。金属そのもの、はい、アルミに酸性の洗剤垂らしたらブクブクブクと泡出て白くなっちゃいますね。はい、でね、アルカリも一緒なんですよ。アルミにアルカリ垂らしたらね、まあ、泡出るか分かんないですけどね、白くなっちゃうんですよ。はい、うん、だからやっぱりアルミの、特にアルミですね、1円玉持ってたら1円玉にやってみてください。1円玉ってアルミなんです、ね、
あ、そうですね。そう、どういうふうに色変わるか分かると思います。やっぱね、アルミが危ないですね。アルミ、はい、まあ、あと金属がやっぱり少し変色するときがあります。はい、だから金属が直接の場所は要注意です。はい、まあ、10円玉とかどうですかね。10円玉とか1円玉のアルミで試してみるといいと思うんですけどね。ただ車って金属がそのまま出てるところがあるかって言ったら基本的にはないはずなんですよ。そうですよね、錆びちゃうんで。金属の表面にクリア塗装してあったり、金属の表面にアルマイト加工、まあ、アルミだったらアルマイトされてたりするんですけど、はい、あとメッキとかもですね、金属ですけど表面に何かしらその腐食防止の塗装とかがされてることがほとんどなので、基本は使えるはずなんですが、それが傷んでたりすると色が変わっちゃったりする可能性があるので、基本的に金属面は気をつけて使ってください。はい、はい、で、まれに使うと絶対変色してしまうような金属がありますので、そういうところは使えないです。はい、はい、ただあれです、皆さんこうボディに使っててそこに直接タラタラ垂れてない状態で使ってて、最後水ですすぐ、すすいで水がかかるみたいなのはね、大丈夫ですからね。もう全然量が違ってすごい薄まってますから、でそれをしっかりすすげば大丈夫ですよ。はい、はい、分かりました。はい、これで質問は以上なんですけど、はい、村上さんがこの商品のおすすめを一言で言うなら、どの辺でしょうか。おすすめを一言で言うなら、虫を落とす効果がここまで強い商品で、こんなに塗装やコーティングに優しい洗剤はないと思います。はい、超一押しです。ありがとうございます。はい、ということで ぜひね、虫を汚れに悩んでる皆さんはこのインセクトリムーバー試してみてください。はい、はい、ということで今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知のお願いします。コメントもお待ちしております。他の動画ではですね、洗車のやり方など実際に洗いながらお教えしたりもしてますので、ぜひ他の動画も見てみてください。それでは次の動画も楽しみにしてください。